せーの、コップンカーンということで、私たちは昨日の夜大爆食をして、そのままお酒とかを飲み行ったんですね。で、今日は暴飲暴食&二日酔いの朝ということで、こちら皆さんこれ知ってます？最近話題のナッシュの宅配弁当を食べていきたいと思います。うわ、うまっ。え、うそ。私はこちら、しびれる旨辛よだれ鶏、たっぷり肉の麻婆茄子、鮭のマッシュポテトアヒージョ、まっそ、うまっそ。なにそれ。今回はこちらのナッシュさんとのコラボ動画になっているんですけど、なんかさっきうちらが話した通り、飲み会とかご飯とお酒ってさ、もう本当に体型維持にとっては重要なポイントっていうか、敵じゃないですか、正直言ってしまえば。マジ敵。断れない飲み会とか断れない会食とかってみんなあると思うの。なんか食べ過ぎたり飲み過ぎたりしたさ、次の日とかにさ、どれだけ食事に気を使えるかでさ、体型維持できるかできないかとか決まってくる。わかります。確かに。うちらのやつめっちゃ食べるし。やばいよね。こちらのナッシュの宅配弁当なんですけど、ナッシュは管理栄養士の方が監修してくれている冷凍弁当なんですけど、こんな感じで電子レンジで温めるだけですぐに食べれます。これ1個5分ぐらいでもう完成しました。本当に何もしてない、温めただけ、ね、ということで、いただきますの温度お願いします。はい、手を合わせてください。いただきます。いただきます。ペコペコだった。あんなに食べたの、ね、信じられない質の良さ。ま、冷凍食品に見える、みんなすごくない？お肉、うん、めっちゃうまい。うん、うまっ。これやばい。入れて。じゃあゆうぴ戻ってきたし。うまっ。うまっ。めっちゃ美味しい。うまっ。全部うまいんだけど。昨日久々に夢を見たの。すごい出だしがなんかお絵本みたい。昨日久々に夢を見たの。結構面白くて、ここまで大きくなって24歳の気持ちのままで中学校にタイムスリップしたの。でもうちがタイムスリップした先のゆうぴとりりはその時で時が止まってるから、東京に行くことも知らなければ活動続けてることもないみたいな。うちだけ一人だけこの気持ちと体のまま戻れたの。ゆうぴさ、めっちゃ太ったやん。で、ゆうぴが太ってるのを知ってんのうちだけなの。はいはい、その時代に。だからうちゆうぴに、あんためっちゃ太るよって言ったのね。予言してんぞ。あんた、まあこれからうちは東京に実は上京するんだけど、めっちゃ太るよって言ったの。うん。でさ、お酒は絶対に飲まないようにしようねって言って、うちだけ知ってる今のこの状態をすごいその時に話したの。うん、うん、めっちゃ面白くて、それがどん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 全部恋愛事情とか。びっくりしてた。びっくりしてたし、信じてない、全然。だよな。もう聞く耳持たずみたいな。何言ってんのこいつみたいな感じで、うちはもう信じてほしくて必死なわけ。うん、全部知ってるから未来を。怖い、なんかありそう。てか本当にタイムリープしてたんじゃない？え、どういうこと？なんかそれぞれのユニバースってあるのね、絶対。だからうちらのこのユニバースの時間帯とその時の時間帯の人たちのユニバースのところにおるうちらのところに一回、あのユニバースが何か分かんないんだけど、どういうこと？ユニバース、ユニバースじゃなかった。絶対違うよね。どういう意味？なんかかっこよく言ってたけどさ、ユニバースって何？その時のユニバース。ああ何何何、ユニバースじゃない、マルチバースだった。それも分かんない。全然違った。何マルチバースって？マルチバースってあんのよ。なんかいろんな世界線でこう生きてくタイムラインがあって、うん、この地球は1個じゃないよっていう、まあ、説みたいなのがマルチバースみたいな話なんだけど、別世界のうちらがいるの。違う惑星に？違うタイムラインに。で、誰か病院紹介かの。脳が追いつかん。だから簡単に言えばタイムリープ、小学生をやってる今うちらの世界線もあるの。あるね。だからいるの、うちらはまた別のところに。あー、今。うん。え、じゃあその小学校の子たちは、もうずっと小学校のままなの？その子たちも順を追って大人になっていくけど。え、じゃあ逆に言えば先もいるってこと？うちらの先も今生活してんだ。でもういるよ。カッパが昨日ね、遊びに行ったようにその世界線に、うちらが今この世界線の中にいきなりこうやってピンポンって来るかもしれない。何言ってんの？めっちゃおばさんの家が。何言ってんの？そんな真剣な顔してさ。とか、なんか絵の中でのうちらの世界線とかもあるの。例えば絵の中での PK みたいなとか、なんかもうシルバーだけのうちらとか、カラフルな世界だけのうちらとか。本当に病院本当に病院行った方がいいよっていう。楽しかった、自分だけ先を知ってる。いつ頃のうちらの時だったの？中学生。
確かにカリカリだったな、中学生の時ね、カリカリだったじゃんね。今年もなんか太ってる人で終わったなんか毎年言ってるよね。うん、でもね、島流しされてた時にちょっと痩せて、最近こういうヘルシーモチベでもあるから増えてはない、全然。しコメントでも、うん、めっちゃ痩せたねって言われること多い最近。またそれやめてもらった方がいいと思う確かに甘えるもんね、それに。え、なんかね、でも画面フィルターはあると思う。なんか自分だけ加工してるってぐらいちっちゃい顔。本当？生で見るとほんとほんとって感じ。でもそれよりでかいんだよほんとほんとやばい。違う、でもこれはマジで小さく見える。後から見てもゆうぺがそんな体重なんて思えない。だからちっちゃいんだって。いやいやいや、だって同じ加工じゃん、それ。加工つけてないよ。加工つけてないよ、つけてないですけど、で同じってことでしょ。このぐらいのサイズってことじゃ、うち。え、そうだよめっちゃ悪口じゃね最近友達と話してて、初デートの話になったのね。初デートどこ行くみたいな。初デートってさ、ちょっと難しいやん。なんか究極の二択をしてたの、その時。出ました。で、初デート行くなら、そのテーマパークか水族館どっちみたいな。初デート行くならテーマパークか水族館ね。せーの。え、もうこうなると思ってたよ。え、水族館？え、理由は？なんかロマンチックじゃない？え、初デートだよ。でも話す話題尽きないじゃん。気まずくなっても魚見れるし、その魚を見てどう思うかとかで多分その人の感性とかわかるじゃん。魚興味ない、わかんないっていう人だったらさ、結構厳しくない？バリベタじゃない？1回目からすごってなの。だってテーマパーク美女保てない。待ち時間とかハードル高くない？じゃあ言っていい？テーマパークの理由。うん、なんかテーマパークってやっぱその時間でいろいろ決まってたりとか、結構フルでその人の本質見えると思うの。気遣いだったら重たい荷物がとか、じゃあ次どこ行ってっていう、その時間のタイムスケジュール管理の部分だったりとか。最近これちょっと話題になってたんだけど、喫煙者だったら彼女を置いてタバコに行くやつはヤバいとかで、そういうのもさ、正直行ってみないとわからないじゃん。確かに、いろんな面が見れるんじゃないみたいなのを付き合ってしまってはいるんだけど。そうだよねだけど早めに知っとくって大事じゃない、そういうなんか相手の性格だったりとかを。じゃあ自分たちの中でハードル的に水族館の方がまだちょっと下なんだ、テーマパークより。ちょっと薄暗くて漏れるし。水族館の方がちゃんと語れそう。え、じゃあ待ち時間はさ、気まずくなんない？待ち時間があるからこそテーマパークじゃないと思うのよね。あ、ほんと？ねえ、だって3時間と2時間を待つんでしょ。それを並んでて楽しくない相手と付き合えないわけ。でも付き合ってんだってじゃあ大丈夫だ、そこはいいの、ね、でも二度と行かないテーマパークは。そんなん嫌じゃん。そう思ったらやっぱあなたたちとこういう出会い方しなくたとしても絶対に付き合うことはなかったなと思って安心、うん、こちらから願い下げですよ、ね、そのあなただけだと思わないんですよ、ね、本当に恋愛感が合わない。なんかうちらは付き合いたいけど断れるからさそれやめれる。付き合いたいんでしょ、だって。いやいや、こちらこそですよ。いや、でもね、本当にモテるからね、うち絶対。知らない知らないどうぞって感じ。いや、全然持ってない。どうぞ。嫉妬なんてしませんので。誰があんたみたいな人選ぶの？いや、同じセリフですよ、私も。怖いんだけど。全部ブーメランです。そうですよ。怖いんですけど。だからさ、うちらを好きになる人とさ、うちとリリはちょっと似てるかもしれないじゃん。うんうんうん、うちらを好きになる人とユーピのことを好きになる人は全く違いそうじゃない？うん、違いそう、ね。世間的にどっちが受けるんだろうね。うわ、どっちだろう。でも分かんないよこれ。でもうちらはユーピの結構めんどくさいとことか知ってるじゃん。うん、こういうところしたら結構すぐ冷めるとか。うんうんうん、いや待って、めんどくささで勝負する。いやいやいや。めんどくささで。はい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 。ゆっくり行きましょう。はい、まずあなたどうぞ。ちょっと待って、いや、これは8割ぐらいうちらのことが好き、2割のちょっと変わった子たちがユーピ好きだと思う。まあまあ、それは受け入れるとして、そのめんどくささで言ったらね、隠してますよ、この人たちもめんどくささで言ったらちょっとヤバいかも。やばい、人が一番ヤバいか、めんどくささは。でもまあ、それはそうな。ちょっとはさ、カバールとかさ、あ、ない。ほんとね、猫かぶり界隈ですよ、こんなので。でも出してるよ。嘘。いや、出してる率で言ったらもう多分うちの方が出してるぜ。いや、確かに。でも恋人目線からのめんどくささはまだ全部本性出てない気はするわ。え、出てないよ、絶対。だって出てない、多分1割も出てない。ないよ。じゃあ逆に、うちのどこを直したらめっちゃモテるんじゃないっていう部分が知りたい。メンヘラ、メンヘラ、極度のメンヘラ。そこ一択？依存、依存、依存。恋愛に依存しちゃうところ。なんかさ、再投稿してたよね斉藤こいつさうちにめちゃくちゃさ、なんか説教、説教じゃないのかしてうるさい、TikTok の切り抜きを再投稿してんのこいつ名言みたいな。なんかシンガポールのさ、あの夜のディナーでさ、うち散歩がさ、めちゃくちゃ説教してるの覚えてる。まあ、鑑定しすぎみたいな。あ、うん、言ってる
10回好きって1日言ってるって2回にしようとか言ってる動画があるの。それをうまいことめっちゃ分かりやすく切り抜いてくれてるこの動画が流れてきたの、うん、でもすでになんか4万いいねぐらいついてて再生も50万再生ぐらいついてて、うん、その動画を見た時にうちめっちゃいいこと言ってるやんってなったの。それで再投稿させていただいた。ユーピーマンが再投稿しちゃう自分で再投稿したのキモくね普通になんか株上げとこうと思ったのにそれ確かにいいこと言ってるけど自分かわいそうって思ってお前カッパのこととか何も考えず再投稿したあれに関しては正直自分のことだけ自分のことだけ考えて本当にライリーとかちょっと羨ましいじゃん。発言全部今なんかもう話題になるみたいな、うん、恋愛感とか女子力アップみたいなところでもなんかライリーってさもうすごい話題になりやすいじゃん、うまいしね。そう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 、あだからこれとかもなんかもしバズっててあなんかもしかしたらユーピーマンの恋愛、うん、恋愛感みたいなユーピーマン的思考流行んじゃんもしかしたらみたいなキモい深夜の血迷いから再投稿してみました。あなるほどね。そうなんだ。じゃあ依存を直せばいいんだ。じゃあ全員それ聞いてこうよ。うちはで1個だけね。しかも何個あげるとかだね。カッパは依存めっちゃいいんだ。自分の気持ちを折らないプライド高いところ言い返したりするところこじらせすぎ全て言われてそれは分かります。もうなんかキモいこじらせすぎてこんな見たことないです。こんなこじらせてるそんなこじらせてる、うん、こじらせてる多分だけど ENTP の特徴でもあると思う。それあんなこじらせるのみんな ENTP ってマジモテへんのよ。なんかモテてるんだけどあなたのこじらせで全部終わってるって感じ。へえ。なんかてか冗談だと思われるよね。ああ本当に好きなのかわからないみたいになりますね。もったいないじゃん。すぐ直せれるよ。うちより全然マシだよあんた。確かに、うん、こんなん無理だよもう諦めたというかさじゃあアポ終わりも言うけど反省してくださいね。反省でもそれは分かってた自分でも、うん、こっちは分かんないその自我を折らないとは。絶対言い返したいじゃん、うん、それはあの本当にエンタメうち結構マジ折れるからエンタメめっちゃ譲り合いって感じいい言葉エンタメそれで何でも収められると思ってるいやほんまにエンタメやもんだって全部はいあとは何だろう。いやあんまり恋愛注意されたことないから気になる。うまくいってないわけじゃないじゃん。だからこうした方がいいよとかはないんだけどこれをしたらじゃあもっといい人現れるよ。うん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 。ありすぎてるちょっと言えない。やめてヒアルを止めるヒアルを止める医療機関を顔のアップデートを止める。違うこれ一個って気づかないの誰も。何が男の子が何も気づかない。ああアップデートしてもそうだからまあ別にしていいかなっていう。ああもうそれはいいんだよ。ちょっとマジエンタメですからね皆さん。ほんまにここだけ切り取られたらもううち炎上するよ。どうせ再投稿するんで再投稿するけどね。じゃあこれはあの本当にうちはアポのそのそれをいじっていいっていうもう特権ですから、うん、これ視聴者いじっちゃダメですよ。ダメいじっちゃダメとかなんかいじられるものみたいな。分かるそれはそうそれはそう本当にそれは申し訳ございませんでした。ちょ冗談マジで一回ガチで考えもうどっから出世したらいいか分かんないけど軌道修正できない。アポはもちろん今の恋愛の世界線もめっちゃいいんだけどもっと楽しい恋愛をしたいならこれっていうのあ、教えてほしい。めちゃいっぱいあるね。もっと陽キャになりなさい。あ、私が陰キャすぎる結構ガチで陰キャじゃないめっちゃ陰キャしてヒアルしてるものやばい人みたいじゃん陰キャなのにヒアル陰キャってめっちゃいいのよ。でも恋愛において人に興味ありすぎる人が浮気しちゃったりとかってあるし陽気すぎたらやっぱ不安にもなるじゃん。そういう意味ではめっちゃいいことなんだけどもっとアクティブでよくないみたいな。え彼氏と彼氏とああ確かに家も多いからねのんびりしてることが多いから、うん、冒険する冒険してみてっていう。あいも冒険家冒険家だしねごちそうさまでしたてかめっちゃ美味しかったねマジでペロッと。さっきも話したんですけど今回平らげたこちらのナッシュのお弁当は管理栄養士の方が開発してくれているお弁当なので栄養バランスもすごいいいらしいんですね。しかも100種類ぐらいメニューがあるらしくてその中から自分で選んで食べることができるからまず飽きないっていうのがもう本当におすすめポイント、うん、今日はうちらはこの3つのメニューだったんですけど今うちんちにあるこのストックがこんな感じでチリハンバーグステーキ
きとかフライドフィッシュとかおろしりんごのポークジンジャーとか、これよりもっとあるんですけど、全部が本当に美味しそうなメニューになってるんですね。しかもね、結構この糖質塩分カロリー脂質食物繊維っていう表記めっちゃちゃんとしてあるので、体に気を使ってる方とかカロリーみたいなところを意識してダイエットしてる人にもおすすめだなと思った。飲み行った後とかさ、めっちゃ何も考えずにさ、出前とかしたりするじゃん、でそれでもう爆食いみたいなこともよくあるんだけど、こんなにさ簡単にチンしてさすぐ食べれるのとかさ、めっちゃよくない？マジありがたい。でこのナッシュって定期購入ではあるんだけど、いらないなと思った時とかはこのマイページから届く食数とか、頻度とかも選べたり、スキップ機能とかをね活用すれば、必要な時に必要な分だけみたいな感じで頼むことができるから、家にねストック置いとくだけでさいつでも食べれるから、マジ安心ではある。なんかマジユーピーマンのためのサービスっていう思っちゃうんだけどさ、出前とかめっちゃするけど、冷凍庫にこれがあってチンするだけなのが楽すぎて、最強すぎって思っちゃった。なんかあれじゃない、ダイエット飯とかってさ、そんななんか食べた気がしない感じ多いじゃん、でもなんかめっちゃ味付けとかもしっかりしてて、ちゃんとこう食べた感があって満足感やばい、しなんかやっぱ自炊をしないんですよね私は、何よりも、だからこれすごいいいサービスだなと思って今回紹介させてもらいました。ということで今回このナッシュの宅配弁当のサービスなんですけども、この動画を見ていただいた方に最大5000円オフのクーポンを発行いただきました。詳しい詳細などはね、すべて概要欄の方に記載してありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。めっちゃ一人暮らしの方にぴったりじゃないこれ？え、それお前思った？なんかさ、一人分のさ、物作るとさ、材料も余っちゃったり、賞味期限切れちゃうとかあるんだけど、これだともう栄養も取れてるし、同じレパートリーじゃないからさ、食べてても飽きないし、なんかゆーぴさ、出前とかするとさ、結局カロリー高いもの頼むじゃん。マジで同じ繰り返しでしょ？だからもうあれば食べるんだから。本当にそう、100種類あるのびっくりした。そうだよね、絶対飽きないよね。今回紹介したナッシュクーポンでね、お得に購入できるみたいなので、改めてにはなるんですけど、ぜひ概要欄チェックしてみてください。真ん中の武装カマ、一番モテないのに勘違いしてて草と思った方は高評価。右のおばさん、ずっとキメ顔今日もしてたよねって思った方は高評価。左のおじさん、再投稿されててもそれが本心だからそうした方がいいんじゃないと思った方高評価。新しい画角ちょっと可愛いかもと思った方高評価お願いします。せーの、バイバーイ。